辛い。フォースレンジャーです。はい、ということで今回も助っ人芸人さんに来ていただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、今日初めて皆さんとお会いするということでよろしくお願いしますね。どうぞ。はい、せっかくですから、まあ、食事しながらクイズでもしようとかなと思ってまして、こういう企画を持ってきました。名付けてココイチ激辛カレークイズ。皆さんのね、6人分のカレー準備いたしました。僕らが用意しましたよ。もう自腹切りました。辛さ1辛から10辛まであるので、それぞれこう配布します。自分のカレーが何辛なのか当ててもらうという。で、3人ずつ2チームに分かれてもらって、3人が揃ったら勝ち。3人がだから6辛、7辛、1辛って全員当てないとそのチームは勝ちにはなんない。1人だけでも間違ったらそのチームは勝ちにならないですよね。うわ、むずっ。だから皆さんのチームワークも試されるってことね。ちなみに辛いの得意な人いますか？じゃあ例えばココイチだったら何辛とか。いや、試したことはないですけど、多分体感10はいけるはず。10は絶対無理よ。10は絶対無理よ。次10辛当たってほしいな。それではグーターさんと一緒に辛さチャレンジやっていきたいと思います。 GO! 4、2。はい、それでは準備できました。ということで、こっちが原田チーム、で、向こうが森山チームってことでやっていきたいと思います。対戦しましょう、ね、森山チーム。はい、森山チーム勝てる気がしない。余裕はいいね。なんか、向こう、子供みたいだね。つなげないよね。やっておりますわ。一番端、ニュースキャスター座ってるしな。すごい真面目そうなんですか。まあまあ、ということで、早速行きましょう。一応くじ引いてもらって、オープン。オープン。お皿の番号なだけで6、はい、4、3、4、1。5。さあ、これがどんな運命の数字なのか。うん、うわ、なんか緊張してきた。すげえ緊張してきた。まだ食べてないのにお腹痛いよ。色でよかったわかるかもしれないよね。おい、色がヒントか。いいやんけ、いいやんけ。うわ、薄っ。5です。あれ、アンパンマンカレー来た。ちょっと、もうすでに色の差が出てますが、ミスルンとタカヒロの比べただけでも絶対どっちが勝ってるか分かんないよ、それは。ミスルンもアンパンマンカレーだ。ここもそうかも。ほら、色全然違う。そうかもね。ヒコマル、タカヒロがちょっと辛そうな感じはするか。そうだね、ちょっとね。さあ、ということで一口目やっちゃいましょうか。はい、では一口、せーの、いただきます。しっかりでっぷり噛んでる。いただきます。はい、食べてください。一口目どうぞ。1からから10からまであります。これは自分は、あー、でも辛い。これは辛いよ。あ、辛いよ、辛いよ。おいおい、やばい、切れてる。いやいや、誰にしてます今これは。じゃあまずリュウ君どうですか？全然辛い。あ、全然辛い。色的には大丈夫だけどね。では、ナオミは辛い。あ、辛い。牛乳欲しい。後から来る、めっちゃ。これは早めに終わらせたいね。千葉君はどうですか？辛いけど美味しい。あー、なるほどね。この辛さはちょうどいい。タカヒロ君、タカヒロ君、これはもう、カレーの味より唐辛子の味が。あ、そう、唐辛子の味が。あー、もうやばいね、これは。ミスルンはどうですか？シロさんと同じく、旨味の中に辛味があるみたいな。そうそうそう、めっちゃ食欲がうまいよね。どうですか、ヒコマル。味しないですね。味しないぐらい。味しない。口でグワッて巻き込む。舌をグワッてやられてる感じ。相当だな、それ。ちなみにこの1からの前に普通甘いっていうのがあるから。甘い、普通1からから10からって感じなの。1からもちょっと辛い。そういうことね。辛いはあるわけ。うん、そういうこと、そういうこと。あのさ、辛い人のする呼吸しないと思う。え、結構、え、大きさでいくとどんくらいやね。だいぶ話し合い意味あるっていうか。そうだね、近いチームで話し合ってないよ。どのぐらい？え、分からん。うわ、ここ1やんぐらい。ここ2人より子は低いと思うけど、多分、リュウ君がそもそも苦手だから、多分、2、3ぐらい。これ10の自信ある。10。これ10の自信ある。これは、え、タカヒロのは10。味する？何予想しない？カレーの味はしない。オッケーです。はい、決まりました。はい、それでは1回目の予想オープン。せーの、バイ。あ、5、6で、12。
26。なるほど。同じってことはありえないっしょ。確実にどっちかはね。それでは判定は正解です。誰が間違えてました？ですね、全員違います。両チーム違うし、両チーム違いますし、全員一人ずつ違います。マジですか？ただ割と近いっちゃ近いから、たかひろは10だと思って食べてもう一回食べさせられた。そうすぎるけど、限界すぎるんだね。もう次選択肢9しかないもんね。9しかない。どうぞ。たかひろがしんどそうだな。あ、2回目の方が余裕。あら、よそから来んの。何の割はどうだ。あ、これ分かったかな。あ、でもそう考えたらなんか弱い気がしますね。あー、さっきは何でしたっけ。6だよ、6だよ。もう低いかも、低いかも、低いかも。あー、最初すっごい辛そうにしてた。で、6なのなんかグサグサ刺されてるの言ってたもんね。あ、言ってました、言ってました。それでは、2回目予想してもらいましょう。はい、それでは、見せていただきましょう。オープン。せーの、じゃん。はい、書いてきた。1、6、59、3、4ときました。判定は両チーム不正解。残念。さあどうぞ。いただきます。誰か個人は合ってたかもしれないけどね。正直これ辛いの苦手なのね。もうもしかしたら言い過ぎかもしれない。9、9キープでいいんじゃない。9キープする。じゃあ俺どうする。早く当ててあげないと。どん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 元気なくなる。さあ、とりあえず3回目予想してみましょう。さあ、予想できましたでしょうか。さあ、3回目の予想オープン。せーの、じゃーん。はい、3、6、7、9、3、5。判定は両チーム不正解。残念。もうやって。ただめちゃめちゃ惜しいチームがあります。どっち、どっち、どっち。じゃあ次、皆さん4回目いきましょう。食べるぞ。食べてください。どうぞ、行ってこい。たかひろ頑張れ。たかひろもうちょっとしか食べれない。もう手、手震えてくるよ。手震えてくるよ。口に持ってくのが怖すぎる。穴という穴からいろんなものが。そうなと見えてんの。では行きましょう。両者オープン。せーの、はい、1、6、7、9、2、5。両チーム不正解。どんだけかかるでしょうか。ごめんな、ごめんな。こっちのチーム結構ヤバい人いる？まだ大丈夫。あ、ゆうくんがヤバそうだね。ゆうくんなんかちょっとヤバい、ヤバいかも。いらないもん。でもゆうくんは辛いっつってるけど1辛にしてるんだ。予想は僕が弱いだけで。なるほどね。5回目、はい、食べてください。どうぞ。え、なんて、たかひろいけるか。頑張れ。いや、辛いんだよ。予想してください。あ、ひこまるもやっぱ辛いは辛い。うん、なるほどね。1回目はなったんすか。うん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 。なって、え、今はなんか収まってるんで。本当に最近俺とか言ってた。そうそうそう。それでは5回目の予想をオープンしてください。どうぞ。せーの、はいはい。1、6、8、9、1、4。両者不正解。残念。これはハーザー。でも惜しいチームもありますね。あ、俺ら絶対惜しいよ今の目線で。じゃあ今何からがあるのかだけ発表します。はい、1、3、5、6、9、10があります。10あんの。だからそれ以外の数字は書かなくていいわけよね。さあ食べましょう。もう一回食べてください。よろしいでしょうか。それでは行きましょう。はい、オープン。せーの、はい、レイ。1、6、10、9、1、5。一争いしとんな。両者不正解。マジか。しばくんが10っていう自覚があるのね。じゃあ一応こっからは合ってる人数だけ言いますね。こっちの原田チームは一人正解です。で、森山チームが2人。はい、ここです。ここがなんか、俺か、俺っぽいわ。さあ、じゃあ7回目食べてもらいましょう。どうぞ。7回目食べてもらいましょう。汗かいてる、汗かいてる。
かわいそう。さあ冷房ガンガンで汗かいてます。さあ7回目予想書いてください。これで正解が7回目オープン。せーの、はい、369どうだ935いったか。残念。さあ帰って。今回原田チームは2人正解してます。おおおら来た見てみ、はい、1人です。はい、あ、これは確実に俺か。そうで、なんでさ俺さピンポイントで俺さこれでそうってやばない。だから見えなかったから、うん、さあこれで終わるぞ。結構ねヒントが出てきてだいぶもうそろそろ当てそうられあれ当てられそうだね。今あるのって1、3、5、6、9、10。そう。それでは8回目の予想オープン。せーの、はい、お疲れ様でした。3、6、5。さあいけるか。9、1、3。え、3そっちに10、10がいいな。どっちかが当たってます。どっちかがチームが当たってます。待って、10がない。さあ10がねえってことは原田チームなのか森山チームなのか。はい、やばい。そっちはどっち。だってそっち確実に10いるもん。うん、いますよ。これ10なんじゃ。勝ったのは原田チーム。正解です。これが9で1正解です。そして10です。あっ最初はねリアクション10のよ、うん、リアクション10だよ、うん、でも急にだんだんあれ全然辛くないじゃん。うわ最終的に3とか言ってたから高いのかな。だんだん低く見積もって見積もった。いっぱいあるわ。このトリトリやろ。だからなんか途中でその 10カラの人が9カラの人に頑張れって言ってる。めちゃめちゃ面白いじゃん。はい、まあということで、勝利は原田チームでございました。すごい。というわけで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どっちが勝ったの。あ、じゃあですね、ここでリーダーにそれぞれ食べてもらいたいよね。聞いてない。あ、はい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 。こちらに2つカレーが用意されてますので、もう1か10かみたいな、勝ったリーダーから選べるっていうですね、特典がありますので。どうぞ。僕ら今から来るんですか。はい、どうぞどうぞ、はい、選んでください。じゃあ2で2番。はい、じゃあ2番を。なんて怖っ。せーの、はい、はい、めっちゃいい。辛そう。辛いもの。こういうことなの。いや、またまた。あ、うまい。あんな。はい、ということで、皆さんもぜひ10から1から食べ比べてどっちが辛いかやってみてください。はい、以上、フォーツーレンジャーでした。